マントゥギアオは、スウェーデン、ダーラナ県ボーレンゲ市出身のガレージロックバンドである。メンバー全員ビートルズが好きで、アハードデイズナイトをカバーしている。世界中でツアーを行っており、スウェーデンの他に、ドイツ、日本で人気が高い。1990年代半ば、ビオルン・ディクスクーッとダニエル・ハグランドが、全身バンド、バトラーを結成。メンバーは、 流動的であったが、1996年、グスタフ・ノウリアンがバンドに参加、1999年にカール・ヨハン・フォーゲルクロウとサミュエル・ギールスが加入して本格的に活動を行うようになる。ビオルンとグスタフは秘書用別荘で14ヶ月間曲を書くことに費やした。オリジナルなインスピレーションの源泉としてビートルズを挙げている。二人はバンド名を マンドゥリアオと変更。由来はビオルンの夢に出てきた言葉で特に意味はない。現在のバンド名、マンドゥリアオとなったバンドは地元ボーレンゲのクラブで1999年にライブを行い、地元市にベスト未契約バンドとして紹介される。その後、すぐに EMI スウェーデンと契約し2002年アルバムブリング・ M ム・インをリリースし、地元のバンドと一緒に スウェーデンや他の北欧諸国ツアーを開始した。2003年4月、ダニエル・ハグランドが脱退し、マッツ・ビオルクが参加。2005年、ザ・ブレイブリーのサポートを行った。2006年のヨーロッパツアーでは、レーザー・ライト、ヨノッシー、ダーティ・プリティシングス、ラリキン・ラブと共演した。2007年1月、スウェーデン・ウメオのオペラハウスでのライブ中、 床が抜け観客が怪我をするという事故が起きた。バンドは梅尾に泊まり、入院したファンを個人的に見舞った。2007年、初のヘッドライナーとして、ライブアースに出演。2007年の終わりに、ビオルン・ディクスクートは、ヨーロッパソロコンサートを行った。2010年、MTV アンプラグドに出演。レコーディングを終えた2011年1月、サミューエル・ギールスが脱退。 ドラムエンジニアだったパトリック・ヘイキン・ティが加入。2011年、脱退していたダニエル・ハグランドがサポートとして再加入。その後、正式メンバーとなる。2012年、スウェーデンの著名な詩人、グスタフ・フレーディンのボーツ100年を記念して、フレーディンの詩に曲をつけたインフラセットをリリース。母国スウェーデンで初となるアルバムチャート第1位を獲得。 最も成功したスウェーデンのバンドとして高い評価を得、プラチナアルバムに4度輝き、2013年のスウェーデングラミー賞でベストフォークグループ、2013年のロックビオルネンでベストライブグループ賞を受賞した。アルバムは2012年11月から2014年9月まで97週間、スウェーデンのチャート入り。シングル STRVTGI ヘンビグデンは、 2014年10月に連続100週間トップ10位を果たした。2014年10月16日、地元ボーレンゲの近くのファルンで行われる2015年スキー世界選手権のためにラブラストフォーエバーを提供。2014年11月、マッツ・ビオルクが脱退。2015年6月、公式サイトでビオルン・ディクスクートがマンド・ディアオは グスタフ・ノリアンと道を分かつことになったと発表。その後は、グスタフ抜きで、すでに決定していたフェスティバルに予定通り出演、また新しく決まったフェスティバルに出演している。2015年6月27日の地元スウェーデンの、フェスティバル・キルナ・フェスティベイランから、モーフタジェリーのジェンズ・シバーステッドが、サポートギタリストとして参加。2010年頃から、グスタフとビオルンは、 フィフスアルバム Give Me Fire のプロデューサーであるサラザール・ブラザーズの誘いによりアート集団カリゴラのアルバムエボリューションの10曲目に If You Want My Love を提供した。ありがとうございます。